こんにちは、道名康平です。今日は、高木さんのおすすめヘアにしてもらおうと思うので切ってもらいたいと思います。お願いします。はい、まあ、定期的にやってるので前回前々回見られた方いると思うんですけど、今日の髪型は今のトレンドをふんだんに入れ込んだ髪型にしようかなと思ってて、だいたい前髪は目と眉毛の間ギリギリくらいで、ちょっとやぼったさとラフさが出るようにちょっと目がかかるぐらいにして、横はこう前下がりになるようにします。そうするとちょっとクールさが出るので、横は前下がりに切って、後ろはここの絶壁がね、悩んでる人多いので絶壁にならないように切ります。この襟足の部分、ちょっと刈り上げはだんだんいなくなってきたので、前から見たらちょっと見えるぐらい、でも隠そうと思ったら隠せるぐらいの長さにして、トップは結構ここ立たせるの難しいですっていうお客様の声が多いので、ふわっとして、あの2ウェイぐらいのスタイルが2パターン作れるような、髪型にしようかなと思います。まあ、誰でも簡単にできて学校でちょっと人気になれるような髪型に今日はやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。で、今日はカットしながら映像を撮りながら、うちの子たちにカット講習をしながらっていうような、それも盛り込んでやってきますので、ちょっと後ろごちゃごちゃしちゃうかもしれないんですけど、そちらをご了承いただいて、うちのアシスタントとスタイリストたちに勉強しながら、講習をしていくような感じにしますので、よろしくお願いします。じゃあいいよ、見たい人は。じゃあ今も王道なんだけど、今までの王道とちょっと違うとか、なんで顔周りを前下がりにした方がクールに見えるかっていうと、横をこうまっすぐにしちゃうと可愛くなる。横がまっすぐだと、まっすぐよりちょっと前下がりっぽい方が顔周りに目が行きやすくて、横から見た時にクールに見えます。だから横は前下がりに切る。でトップはさっき言ったみたいに立たせるのはやっぱ難しくて、ふわっと感出してる方がいいかもしれないので、ちょっとフロントは長め重め、軽すぎるとやっぱデコ割れちゃうのがあんまりかっこよくないから、前髪は軽めなんだけど重めで、襟足はウルフが結構流行ったんだけど、だんだんこう短くしていってもいいので、お前から自分たちでスタイリングしたら外羽が見えるぐらいで、隠そうと思ったら隠せるぐらいの長さにする2019年の新しい王道っていう感じでいきます。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ襟足からね。襟足から切るときは、俺の場合は大体基本長めに切ります。お客さんに、あ、ここちょっと長いかもしんないけどどうするって俺は聞きたいし、切りすぎたらやりようがないので、一旦基本的に長めに切る。アウトライン作ったら、ここはレイヤー、カットチェックで下からすくう感じ。ここは横出した時に斜めってる方がいいです。そうするとカットでこう斜めってるから、ここに丸みが出る。日本人でここに頭の丸みがほぼないから、こうした時にできるだけ斜めに、でここにこういうプラントのラインができてくると、今度真横から見ると絶対的にここ丸くなる。今みんな右側をこうやって切る時より左側を切る時がうまくいかないんだけど、右利きだからこうやって切って、この時の立ち位置と左側の立ち位置ってもうちょっと右側に移動しないと左側がきれいに切れないよね。ここを切るときに結構こうやってみんな浮かすんだけど、髪の毛ってこっちに生えてくからさ、西名もそうだし大体の男の人そうなんだけど、みんなこっちに生えてるのに、みんな切るときこっち側に引くのね。でも髪の毛生えてるのはこっちなの。じゃあ今度横ね、もみあげを起点にここをこういう風に切ります。前髪結構ミシナとかアイロンしてる人は薄いからさ、俺は先っちょで切る。切り終わった後に前髪どうしますか、
前髪長いって聞くより前髪どうですかって聞いて、もうちょっと切れるよ。普通はさ、みんな緊張してくるからさ、その日にさ、どうですかカットって言われて、いやちょっと長いっすって言えねえから、俺は言えないから、だったら長めに切っといて、ちょっともうちょっと切れるけどどうしますかって聞いてあげて、だからまああえて俺はちょっと長めに切る。今外枠ができたので、さっきのトップの毛と前髪をつなぐ。で、右手よりも俺の場合は左手かな。日本人の場合はここが重くなるんです、ね、特にミッシーはこのもみあげね。で、セニングで後で何とかしようっていうのもまあ悪くないんだけど、俺はよく左手こうやってやるんだけど、こうやってやってる時点である程度もう束がこうできるだろうなっていうのが分かってないとダメよ。今度はセニングね。アンダーはね、ここの先っちょだけしか使わない。この先っちょだけでこうやって切ってあげると毛流れが勝手に束ができるようになるから、でも今日のやつはトップを立たせないぐらいだから、軽くしすぎちゃうとトップの束感なくなっちゃうから、ちょっとで結構みんなこうブラントで切るからさ、毛先バツーン残っちゃうから、特にそういう時はこうハサミで、ミシンはよくやるけどこうやって取って、カットだけのお客さんだったら軽く切るし、パーマするんだったら10本の毛で束を作るのか5本の毛で束を作るのか、どっちの方が束が作りやすいかというと10本の方が束っぽくなるのよ。だから束っぽくしたい場合は重くする、同じスタイルでも。逆にカットだけで重くしちゃうと束作りにくくなっちゃうから、カットの時は隙間を入れてあげる。じゃあ今度横ね、さっきこう前髪見た時、今のミッシーもみあげがモフモフだからさ、もみあげの時も先っちょだけ、押し上げるとこう後ろから見た時に右側は頭がちっちゃく見えて左側は頭がでかく見える。特にもみあげのところはこっち側が丸いとすごい丸く見えるんだけど、こっち側の右半分のミシナさんの方がちっちゃく見えて、左半分のミシナさんはでかく見える。で、前髪に行きます。前髪が一番デリケートだから、特に今の若い子たちアイロンしまくってるか、前髪大体ちぎれてるか、前の美容師さんが軽くしちゃってると本当に隙あるとこないから、先っちょだけ。また前髪って浮かないで乾かしてるのね。でもお客さんは前髪結構浮いちゃうよ。だから浮いちゃうことを考えるとちょっと長めに切っといて、触ってもらって一緒に相談に乗ってあげた方が親切だよね。で、最終的にさ、こうやってフロントに毛が行くようになったらいいわけだから、こうやって自分でこうやって下ろして動かしてる時点で、あ、ここのタワーがちょっと重いかもな、俺はこっち見るよりもあっち見たいから。日本人ってここが大体張ってるからさ、ここの部分ね。だからここはちょっと多めに取ってあげると、あとでビフォアを出すんだけど、あのナチュラルのなんだっけ、乾かした時のミッシーの状態より切った後の方が頭の形が綺麗に見えるはずだから、だからこっちの肉眼で見るのと左手で感じる毛量と鏡で見た時の毛量の見え方、自分の手に、あ、自分の体で
涼感を触るサービスタイムです。どうぞ。失礼します。失礼します。ではこれでカット終了です。だいたい目は目かぶさるぐらいかちょっと上で、横がこいつ前下がりになってて、後ろは横見た時にここがこうふわっとなるように切って、後ろはこれぐらいで、トップはふわっとうねっと動くような感じに、切ってます。なので次回はスタイリングを、お届けしますので、また次回も見てください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価をお願いします。2人とも Twitter、Instagram やってますので、そちらのフォローもお願いします。お願いします。